ですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはライオンズが今井、そしてバファローズが鈴木、この2人の投げ合いとなっています。外外れてボール、ボール先行です。いいところへ決まります。147キロ。ボールになります。高めのボール、これはどうか、ボールを拾ってアウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、そうですか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。はい、打ちました。源田一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはバファローズです。打順は1番に帰ります。バッタースパンジェンバーグ。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。アウトコース空振り。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。破りました。センター前。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。さあ1塁には同点のランナー。バッターボックスには源田。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。初球は打ち、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。まあピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああ、そうですね。膝元へ持ってきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。いやー、さすがという走塁でしたね。いや、痛いですね。同点のランナーですからね。いや、変化球打った。セカンドの左取った。一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあなんとか進塁打になりましたね。変化球打った。センター前抜けていく。サードランナーホームイン。ライオンズ追いつきました。2対2、振り出しに戻りました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。バッターボックス山川。ライオンズこの回同点に成功。攻撃は続いています。
小宮山さん、このマウンドは慎重に行きたいところです。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ツーアウトです。打順は5番小野崎、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね、ツーアウトになっています。引っ張った、これはどうか、レフト前ヒットになります。これでマルチヒット、ツーアウト二塁一塁。ここはうまく打ち返していきました。バッターボックスには6番中村。ライオンズこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。次が2球目、外へのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。落としてきましたが、これは外れます。さあ4球目は何か、これは見送ってボール。外のボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、落ちた、ヒットになる、ホームへ、センター前ヒット。これで3打数3安打の猛打賞。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。ここが大事ですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の栗山が入っています。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。ちょっと手が出ないところですよね。はい、変化球が決まっています。勝ち越しは許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点が入りました。5回終わって2対2、ライオンズ同点に追いつきました。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のピンチ、2番バッター足立、レフトへ弾き返すタイムリー、ライオンズ先手を取られます。2回の裏ワンアウト2塁の場面、6番中村、追い込まれてからのタイムリー、ライオンズ1点を返します。チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。3回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、逆転とはなりません。
4回の裏このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。5回の裏追いつくチャンスを迎えて3番森、初球を叩いてタイムリー、ライオンズ同点としました。チャンスの場面、しかし凡退、勝ち越しのチャンスを逃します。メットライフドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは4番ジョーンズ。今日は盗塁を1つ成功させています。ライオンズ同点で迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。高めストライクになります。高めに決まりました。ワンボールツーストライク。空振り三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには5番 T 岡田。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。空振り、あっという間に2ストライクです。これが3球目。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。2アウトです。バッターボックスには指名打者のロドリゲス。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは打ちました。ショートが取る。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。2対2同点です。6回の裏ライオンズの攻撃、打順は8番川越。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね。ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。ライオンズ同点で迎える6回の攻撃です。打ちました。これはどうだ。鈴木アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。もう気持ち的にも体力的にもいっぱいいっぱいですよね。そうですね、ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。ちょっとすっぽ抜けた感じです。改めてお聞きします、この金子バッターと引っ張った、ファーストが前に来る、取りました。ツーアウトになりました。打順はトップに帰ってスパンジェンバーグ。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。内へのボール球、空振りです。ノーボールツーストライクです。これもファーストゴロ、ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。
6回終了2対2同点です。両投手の好投が続いていますが、小宮山さん、いや本当に一歩も譲りませんね。そうですね、まあどうでしょうね、相手よりも先にマウンドを降りたくないという気持ちはやっぱピッチャー強いですからね。そうですよね、その意地を見せつけることができるんでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。チェンジアップ外れました。ボール先行です。高めに持ってきました。149キロ。高めの球、ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、痛烈。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。若月、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあこの終盤にノーアウトでの勝ち越しのランナーを許しています。バッターは大城、まあ、ここは1点の攻防なんで送ってきそうですけどね。なるほど、そうですか。これが2球目。送ってきた、左方向へ転がした、サード取った、一塁へ、一塁アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。いいバントになりました。さあそしてバッターボックスには後藤が入っています。さあワンアウトになりましたが、一打勝ち越しという場面。ここで勝ち越されてしまうと苦しくなってきますから、ここは1球も気を抜かないでほしいですね。なるほど、そうですよね。